どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。今回のテーマソングはウクレレにぴったりの曲いきます。こちらドーン、平井大さんのワイキキロンリーボーイ。こちらの曲、もう平井大さんもウクレレで弾かれているという。なんとね、平井大さん2021年は7週連続配信をの曲をどんどんリリースするというのをやっておられてですね、そのうちの第4弾目ということになる。このワイキキロンリーボーイ、ウクレレ一本でこう弾き語ってるので、もぜひこの曲でウクレレで、ね、興味持った方も多いんじゃないかなと思います。でこれ平井大さん自身もウクレレのレッスン動画みたいなの公開して、楽譜も公開してるんですけど、まあガズレレですので、ここは初心者様にとっても超簡単なガズレレ必須コードバージョンで、超簡単アレンジバージョンでやってみようと思います。どんどん弾いて歌っちゃいましょう。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単ガズレレシンプルコードバージョンをゆっくりやります。で、ここのねシンプル簡単バージョンは1番だけなんですけど、後半やるかっこいいバージョンはですね、フルコーラス全部やりますから、かっこいいフレーズも完全再現します。後半のかっこいいバージョンはですね、なかなか面白いと思いますよ。はい、2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今までね音楽やってみたいなと思ったけど、なかなかチャンスがなくてできなかったですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんですけど私難しくて挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるっていうプログラムがあるんです。このプログラムを見て、今全世界中の方がガズレレで何十万人も本当にウクレレ簡単に始めてます。ぜひ皆さんも始めてください。なんつったってすぐできるのがもうガズレレの特徴、簡単です。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな人でもあっという間にできます。 YouTube なんで完全無料ですからね。今すぐ音楽始めていきましょう。じゃあここからですよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルが、このちっちゃいウクレレで弾いて歌う弾き語りができるレッスンと課題曲、もうすでに1600曲以上を優に超えております。皆さんの好きな曲もたくさんあると思います。平井大さんの曲もたっぷりやってますからね。それでは平井大さんのワイキキロンリーボーイガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。ワン、ツー、スリー。七つの浜辺で海風に雷かせ、焼けた肌と心の角はいかりかんく No heart くすぐ Honey あと数センチ続きそうな、その数センチ勇気が持てないまま、僕じゃないのかな。いいのせずにいる好きの文字、夏の浜辺で君に恋をしたんだ。ほてた顔に冷たい蜜かけられて、平井大さんのワイキキロンリーボーイガズレレ流シンプル簡単バージョン、めちゃくちゃゆっくりやってみました。いかがだったでしょうか。この曲って、聞くとさ、こういうリラックスして、ほんとウクレレでこうポロポロ弾くに最高だなと思うけど、いざ歌ってみるとわかりますよね。言葉のね、乗せ方とか、歌のこう、音程のこの高いとか低いとか、なかなかこれ、しっかり聞き込んでからやんないとね、もうわーってね、結構、歌は奥が深いですよ、本当に。じっくり聞いてからどんどんやってみましょう。今聞いていただいてわかったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジで、1番をやって、で、最後の最後のエンディングのところを引っ付けたという、今のガズレレショートカットかバージョンだったんですけど、これからやるかっこいいバージョンではフルコーラス全部やりますからね。ちょっと余裕出てきた方はどんどん4つ弾きでもいいんで、かっこいいバージョンのコードを見ながらやってみていただくのもいいと思うんですけど、ひとまずはですね、今のシンプル簡単バージョンに合わせてガズレレ YouTube チャンネル
合わせられるようにちょっと練習してみてください。ゆっくりなんでね、きっとね練習したらできると思うんですけど、コードと歌詞出てますからね。で、合わせられるようになった方おめでとうございます。まずそこだけでもねすごいことだと思うんですけど、はい、できるようになったらどんどん次のステップアップいきましょう。次のステップは何かというと、今度はですね、ガズレレシー YouTube を見ずに押し取りだけで音楽を生み出すということをやっていただきたいんですよね。自分一人だけで歌を歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これがやっぱりね、味わっていただきたいんですけど、最初のうちはやっぱね、全部アンプするってわけにはいかないと思うんで、最初のうちは楽譜を見ながら何回も練習して自分のものにこう染み込ませるみたいなのがいいと思うんですよね。でも楽譜ってどこにあるんでしょうってことになると思うんですけど、安心してください。今ですね、ガズはですね、自分で書き出したこのノートを見ながらね今演奏していったんですけど、もうちょっとしたらこのノートをですね、こんな感じで大きくして、みんなもこんな感じで書いてみたらいかがですかというふうにシェアしようと思うんですけど、今めちゃ便利なサービス始まってます。はい、こちらです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたワイキキロンリーボーイを含むガズが今まで手書きで書いて書いて書きまくってきた、もうものすごい膨大な数のノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から毎月皆さんお手元に5曲ダウンロードしていただいて、もちろんこれ全部この楽譜 YouTube に連動してますからね、すぐに練習に入っていけるぞという、そういう画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ、会員メンバーの。すごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学は、ちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあこれ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。ワイキキロンリーボーイ。はい、平井大さん。はい、見て。今日、丸1って書いてあるよ。今日、丸1って書いてあるんで、2枚にわたってますということなんですけど、ちょっと見てほしいのは、ここに伸ばすって書いてある、こういうのはね、テロップにも書いてあるんで大丈夫だと思いますが、ちょっとね、これ、まあ、夏の浜辺で三風に、この言葉のタイミングがなかなかね、面白いですよ。パズルのようにこう、最初のうちは覚えていきましょう。このガズのノートの特徴は、この点でリズムを測ってるんです。まあ、夏の浜辺で海風に、この点でね、リズム測る。これが結構キーポイントです。これシンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンのコードの違うところはね、ここですね、ここ。この、ここの F マイナー。これが違うだけで、あとはね、まあ、みんな一緒なんですよ。なんで、ここに、ここだけ要注意。上の段は簡単バージョン。下の段はかっこいいバージョンです。ここ F マイナーにするとすごいかっこいいんですけどね、ちょっとね、後で解説していきます。はい、ひとまずじゃあ映していきましょう。これはですね、一時停止して皆さんノートとかそういうものに書き出してください。あとはガズのデモ演奏中のテロップを一時停止して書き出すのもいいと思います。それと、あと最もおすすめなのは、先ほど紹介させてもらったガズクラブに加入していただいて、この楽譜のデータそのものをお手元にダウンロードしていただくと、この点も全部ついてますからね、ご活用いただければというふうに思います。じゃあまずは A メロ1番。ここの A メロ1番もね、この歌をしっかり歌おうと思うと結構、奥が深いというか面白いというか、すぐにはできないと思いますよ。よっぽど聞いて、言葉のタイミングとか言い回し。なかなか素敵です。はい。いいですか？はい、じゃあ次、B メロですね。B メロ。さっきも言ったように、ここのところ、コードが変わってますんで、要注意ですね。で、ここもこう、た、止まる、た、止まるとか、こう、伸ばすとか、こう、テロップを見ながら、さっきのね、動画見ていただいたら、まあ、大体やろうとしていることはわかると思うけど、これ止まるってことですね。一回だけ弾いて止まるってことですね。はい。そして、
で、ここがサリ。はい。で、ここがキーポイントなんですけど、この1回目のサビが終わって、ここ、まあ、間奏って書いてあるんですけど、ここ、ワイキキロンリーボーイ来て、こうやって来て、ここ見て、簡単版はここで、8月のワイキキロンリーボーイで C で終わるということです。で、これでもうね、今のシンプル簡単バージョン、ここで終わっちゃうんですよ。なんですけど、これから後半やるかっこいいバージョンでは、ここから繋がります。なんで、かっこいいバージョンの時はこっち行って、はい、かっこいい版こっちだよとか、このままずっと行って、ここ見てください。ちょっと、一弦でフレーズを入れて2番へ飛びます。はい、2番へってことはこれ次のページに飛びますよ。はい、こっちの2ページ目に帰ってきました。これね、安心してもらいたいのは、本当ね、こっからここまで、さっきの1番と全く同じコード進行で、歌詞だけが2番になっているんで、そこのところは気持ちは楽になると思うんですけど、歌詞が違うと結構歌い方のタイミングとか言葉も違うんでね。また結局歌は、1からしっかりこう確認していった方がいいですよ。これ言い回しとか言葉がちょっと微妙にやっぱりね、単語が違うんで違ってきますね。そこがまた面白くて深いところだと思います。はい。じゃあ一時停止して帰っていってください。全く同じね。で、ここ B メロね。はい。ここも同じ F と F マイナーで分けて、ここもダッタって止まってとか伸ばしてってあって、で、ここがラストですね。で、ここラストサビやったら、さっき言ったようにここラストやって、ロンリーボーってやって、8月のワイキキロンリーボーここで終わって、で、ここ見て、エンディングのフレーズがかっこいいバージョンで入ります。ここめちゃくちゃかっこいいハワイアンっぽいエンディング、平井大さんのバージョンでも登場するんですけど、ここはちょっとね、ガズレレでももちろんかっこいいバージョンでは取り上げていきます。後でしっかり解説していきます。はい、余った場所は、ワイキキ、ロンリーボーイ、入ってきました。ね、はい。はい、じゃあコード見ていきましょう。今日出てくるコードは、8個ですね。シンプル簡単バージョン。かっこいいバージョンでは1個だけ、難しい、ちょっとね、抑えづらいコード追加されます。まず、ひとまずこの今映っている8個のコード言ってきます。C と Am と A7、F、Dm、D7、G7、E-7。今この映ってる8個のコードはもうね、ガズレレではおなじみのめちゃくちゃ簡単入門コードのグループです。皆さんご安心ください。これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいグレレで音楽始めたいなと思った方が一番最初に覚えてもらいたい入門コード。10個のグループの名前でございます。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、入門コードなんで1個ずつ見たらどれも全部簡単。なんだけど10個いっぺんに頭に入れようと思うとね、もうどこの押さえる場所と名前だけでもうごちゃごちゃになるんですよ。そこで私がどんな方でもスイスイ頭に入っちゃう、覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼ってます。ここの動画を見たらですね、10個のコード面白いように覚えられるんで、遅から早から覚えちゃってください。今日そのうちの8個出てくるわけですからね、楽しんでコード覚えていきましょう。で、この後かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前に、まあ、さっきも言ったんですけど、このね、歌ってやっぱり歌の歌い回しが本当平井大さんならではのこの言葉のささっと入ってくるところとか、言葉のタイミングのこの単語がこう分割されるところのポイントとかですね、本当奥が深いんでね、まず4つ弾きでいいんで、じっくりその歌を、まあ、分析するといいますか、こう聞き込んで自分のものにして、でこの後半かっこいいバージョンでここにリズムが加わってくるんで、その言葉のリズムとこのね、このウクレレで奏でるリズムがガチッと合わさるのがかっこいいんで、まず4つ弾きで歌の確認しっかりしてから、入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでは1個だけコードの追加、さっきから出ていきます。これです。F マイナーというコードをちょっと、使っていきましょう。押さえる場所は、ここと、こことこの3箇所、こんな風に押さえるのが教科書通りに押さえ方なんですけど、ガズはですね、この部分を親指で押さえちゃいます。これね、どっちでもいいんですよ。皆さんが押さえてみて、どっちが押さえやすいかなって、押さえやすい方でいいと思います。どっちも押さえづらいんでね。はい。で、親指で押さえようかなと思ったら手首をこう上に持ってくるイメージ。で、人差し指で押さえようかなと思ったら逆に下にこうやって振り、こうグッとこう回すイメージ。そんな感じで F マイナー、弾いていきましょう。はい。そして出てくるリズムが今回やっぱキーポイントになると思うんですけど、今回はね、すっごいシンプルなんですよ。一個だけだ、基本的に。はい。トン。8ビートというリズムです。なんですけど、シャッフルのリズム。ちょっと跳ねたリズムで弾くのがポイントです。普通のリズムって、ワン、ツー、スリー、フォー。なんですけど、シャッフルのリズムって、タッタ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 タッ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 楽しそうでしょ。これルンルン気分でやるのがキーポイントですよ。はい。一応お伝えしたいのは、8ビートとルンルンビートというのもちょっと一応参考までにこの弾き方もちょっと紹介しておきましょう。8ビートをルンルンビートで弾くというイメージです。ルンルンビートっていうのはシャッフルのリズムで、ダンガ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 っていうリズム
ガズレレ独特のリズムがあるんですけど、この感覚と8ビートを混ぜる、これがね、いいんですよね。今映ってるこの2つの弾き方の、紹介リンク、ここに貼っときます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説レッスン動画が出ていますので、時間をかけてじっくり8ビート、これね、ガズレレでもね、リズムのこのストロークっていうところの基本中の基本なんで、8ビートはまずマスターするのをおすすめしますよ。ジャンジャジャンジャジャ、これが8ビートです、そこに跳ねたリズムだから、チャッ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 、このね、跳ねた感じがこの平井大さんのワイキキロンリーボーイ、まさにも気持ちがいいんですよね。体をこう揺らしてハッピー感をこう盛り立てて演奏するのができるとかなり気持ちがいいと思います。で、曲の説明に入っていこうと思うんですけど、この曲ほんとシンプルで、前半は伸ばすって書いてあったり、止まるとか、なんかほんとそれだけ、あとほんと淡々と進むんですけど、かっこいいバージョンではですね、いくつかちょっとフレーズが入ってきます。これがね、なかなかおしゃれでかっこいい。まず1回目のね、フレーズはですね、1番が終わった後、2番が始まる前の間に感想が入るんですけど、ここの中の一番最後のところでちょっと出てきます。やってみましょう。最後の、君を思うワイキキロンリーボーイから、君を思うワイキキロンリーボーイ、次ですよ。ペッペッペッ、これです。1弦の875です。めちゃくちゃシンプルです。もう一回。せーの。ワイキキロンリーボーイ。こんな感じになってきます。1弦の875、これは比較的簡単、口でもね、同じ、てんてんてんっていうのがいいと思うんですけどね、入れてみてください。それと、あと、ラストのラストの一番最後のところで、ちょっとおしゃれなフレーズを入れていきましょう。ここ今日一番面白いところだと思います。ちょっとじゃあデモ演奏。ここも2番が終わった今のパートのところね、一番最後の、ワイキキロンリーボーイ、てん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 。伸ばして次2弦の321で7G7 3567 4、すごいハワイアンっぽいでしょ。ちょっともう一回口で言わずにいきましょう。ワイキキロンリーボーイ、デンデデンデデンデンデデンデン、8月ワイキキロンリーボーイ、かっこいい。これまず、最初はね、C で伸ばしといて、最後のところで2弦の321です。ここがまず第一段階。C、321。もう一回、せーの、C。で、ここから D7、G7 で、次のブロックで1弦の3フレット、つまり C ですね。3から3、5、6、7で止まって、C で終わる。ゆっくりやっていきます。C で伸ばして、じゃーん、かっこいいでしょ。ぜひこれちょっとね、早くやれない、早くやると難しいかもしれないですけど、そこのパートになったらすごくテンポをガッとゆっくり下げたらできると思います。C 321 A7 G7 3567 C。このクールなエンディング、この曲以外でも結構使えると思いますよ。ちょっと、やってみてください。この曲ほんとシンプルで、前半は伸ばすって書いてあったり、止まるとか、なんかほんとそれだけ、あとほんと淡々と進むんですけど、いや、そこでね、ウクレレはシンプルで簡単なんだけど、やっぱりね、難しいのはこの跳ねた感じとふんわりしたリズムをずっとキープすること、このずっとこの柔らかい跳ねたリズムをキープすることと、やっぱり歌ですよね。歌のリズム感とテンポとこのメロディーライン、これはやっぱりね、もう一筋縄ではいかないと思うんで、まあ、じっくり時間をかけてだん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 染み込ませるようにこうやっていくのがいいと思います。あとやっぱこの歌詞を読んでいただくと、なんかね、ちょっと可愛らしいこのロンリーボーイ、この失恋をしているのかしてないのか、まあ、そんなようなね、このどぎまぎ感が感じられるかなというふうに思うんですけど、皆さんそれぞれのこのイメージでね、やっぱその弾くとかリズムとかそういうことと、そういう曲の中のイメージがこうやっぱ合わさる、ここがね、音楽の面白いところですから、はい、そんなのイメージしてやっていきましょう。ワイキキロンリーボーイ、カズレレ流かっこいいバージョンやってみる。1,2,3 真夏の浜辺で海風に髪なびかせ、焼けた肌と ココナッツの甘い香りが僕のハートくすぐる。 Honey, あと数センチを
の知らない誰かに誘われている似ても行くのかな行く歌ってみるのポケットに叶わぬ夢たくさん詰め込んで今夜もまた一人膨れても非公開な空に君への想い無駄にしてほしい願いを込めて届いてるから届いちゃいない Lonely Boy カズレレ流かっこいいバージョンフルコーラスでやってみました。なんか可愛らしい曲ですよね。こうシャッフルのリズムにこう軽やかに体でこうグルーヴを生み出す、これがキーポイントになると思います。はい、ほんと8月もうちょっとで終わっちゃいますけど、ウクレレと8月といえばこの曲、これ新たなスタンダードになるとすごいですね。どんどん歌っていきましょう。そしてお知らせなんですけど、ガズがプロデュースしているウクレレ G ラボと生み出しているこのウクレレたちなんですけれども、ガズの初めてウクレレは販売再開中になりました。で、あと下にずらっと書いてあるわがままウクレレ、ウスレレ、セミオーダジ、ガズモデル、ガズモデルって今日使ったこのモデルですけど、この辺は予約注文が再開になっております。ぜひ皆さんチェックしてもらいたいです。ガズのウクレレたちめちゃくちゃいいウクレレですよ。はい、リンクはここに貼っとくんでぜひよろしくお願いします。ガズレレではですね、もういろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとかこうストラップとかこの水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね15万部ぐらいの皆さんにご購入いただいて本当にご活用していただいてるんで、まあこういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とかアプリとかもあるんですよ。まあ詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。